お待たせいたしました。佐賀の住人をトロッコ佐賀駅発車、次の停車駅はトロッコ本京駅です。皆様お佐賀番号ですので、特別な終末へご案内いたします。どうぞゆっくりご覧ください。景色はまずは左側、周りを見て空いたお席に行くと、本当に良くないですか。
昔の京都の人はよくあの愛宕神社をお参りしておりまして、こんな風に歌っておりました。伊勢七度熊野へ三度愛宕さんへは月前と歌ってまい、愛宕神社をお参りしていたようですが、最近の京都の人は年に1回、7月31日から8月1日にかけての1日で1000日間のご利益のある人の前に今温泉お参りやってこられますが、それ以外の人は神社へ1日と愛宕神社へお参りください。右側の皆様大変お待たせいたしました。高級業坂井健志
中腹ご覧ください。今半分以上の方は本日の半分の裏側しかご覧いただいております。しかし移動すると箱の間からお寺が顔を出します。中腹から箱の間は大一角でこういうあのお寺深き有名な停車いたします。